Shall we have breakfast together? どうも、FTM のソウです。お待たせしました。今日は、僕が実際に胸オペをして、感じたこと、と、あと、あ、こうしとけばよかったなって思ったことを、これから手術する FTM の皆さんに伝えていけたらなと思います。僕が手術したのは、約4年前。2017年の4月、当時22歳の時に、タイのヤンヒー病院というところで手術をしました。なぜタイにしたかというと、日本よりタイの方が技術が進んでいて、値段も日本よりタイの方が安かったので、タイで手術することを決めました。当時はネットの情報があまりなく、僕は運がいいことにお父さんが仕事でタイによく行っていたので、お父さんと一緒にタイに行って、直接手術の予約をしに行きました。で、ここでびっくりしたのが、僕はもうその予約をしていないってことで、手術はできないと思ってたんですけど、その、タイのヤンヒー病院について手術をしたいんですっていうことを言ったら、今日の午後だったら空いてるよって言われて、で、さすがに今日はと思って心の準備ができてなかったもんで、で、次の日も、まあ、運が良かったのかわかんないんですけど、空いていたんで、次の日に手術の予約をして、手術をしました。手術代のことについてなんですが、9万5千バーツから11万バーツ。と言っても皆さんピンとこないですよね。今のレートで日本円にすると、33万2500円から38万5千円です。で、僕が手術した当時は1バーツ 3.2 円だったんですよ。で、僕が手術代が10万バーツで32万円で手術することができました。で、ヤンヒー病院では日本円でも手術代を払うことができます。手術代以外に入院費などはかかりますかという質問なんですけど、その手術代に入院費や食事代などすべて含まれての値段です。なので、病院内で他にかかる費用はありません。手術をする前日の夕方、夜ぐらいから入院して、で、夜からもう点滴を打たれて、で、手術をしました。で、その2日後に退院できます。で、手術をした日から1週間後に抜歯があります。で、その抜歯までは絶対に傷口を濡らさないでくださいって言われます。ここで皆さんに一つ注意点なんですけど、僕が手術したのは4月。で、4月、はタイでソンクランという水かけ祭りというのがあるんですよ。で、まあ、先ほども言ったように抜歯をするまでは絶対に傷口を濡らしちゃいけないんですね。で、ソンクラン水かけ祭りは本当容赦なく水をかけてくるんですよ。で、僕はトゥクトゥクが大好きで、もうトゥクトゥクなんか乗ったらもうバケツで水バッシャンかけられるんで、本当に4月おすすめしないですね、タイで手術するのは。本当にどこから水が飛んでくるかわからないし、ちっちゃい子とかでも水鉄砲でピュンピュンかけてくるんで、本当、まあ、ソンクラン楽しみたいんだったら、まあ、手術関係なくプライベートの時がおすすめです。で、僕が胸オペをして、あ、こうしとけばよかったなって思ったことを話そうかなと思います。で、僕は、ホルモン注射を打つ前に胸オペをしたんですけど、やっぱしっかりホルモン注射をしてある程度胸筋をつけてから手術をすればよかったなって思ったのと、あとまあ手術後にちゃんと胸筋を鍛えればよかったなって思いました。なんかまあそこまでたるむってわけじゃないんですけど、やっぱなんかちょっと皮膚がちょっとたるむかなぐらいの、まあそんななんか気にするほどじゃないんですけど、まあでもなんかしっかり胸筋つけとけばよかったなって思いましたね。でですね、ここで手術代を少しでも安くしたいって思うこれから手術する FTM の皆さん、今から裏技を紹介します。
僕は日本円でお金を払ったんですけど、少しでも安くしたい人はバンコクの市内とか、まあ、いろんなところに換金所があるんですけど、日本円をタイのバーツに変えてくれるところがあるんですけど、そこで一番いいレートのところで手術代、まあ、30万40万ぐらいをもう一気に変えちゃって、で病院でバーツで払うと、まあ、手術代が、まあ、30万とか高い金額なので、ほんとそのちょっとの差で1万2万は変わってくると思います。で、あとはまあその時の、まあ、1バーツいくらかのレートによるんですけど、まあ、僕が1バーツ 3.2 円で、今が 3.5 円。もうそこだけで10万バーツの手術で、まあ、32万、35万で、まあ、3万変わりますよね。だからまあ、安い時期に行けたら安くなるし、でも安くない時期でも、その換金所でいいレートのところで、一気に手術代をボンって変えて、バーツで払うと、手術代を少し抑えることができます。で、手術をするにあたって、やっぱ一人で行くのは不安ですよね。なんで、まあ、友達で、タイで手術したいっていう人がいれば、一緒に行った方が絶対楽しいです。で、あと、まあ、手術するとき、一人だったら、その部屋にソファーみたいのがあるので、そこで寝泊まりはできるんで、まあ、彼女さんがいる方は一緒に行くのもいいと思います。手術の予約方法なんですけど、ヤンヒー病院のホームページがあって、そこからメールで予約を取ることができます。でただ、メールだとすごい遅い場合があるんですよ。普通に1週間とか返事が来ない場合があるので、まあ、ちょっと不安だなっていう人は、僕のインスタに飛んでいただいて、DM くれれば力になることはもう全然力になります。まあ、質問とかあればもう全然送ってくれれば何でも答えます。なんで僕のインスタもフォローお願いします。一人でも多くの FTM の皆さんの力にお役に立ちたいなと思ってますので、今後もまたいろんな動画、ホルモン注射のことだったり、まあ、胸オペの傷どうなってんのみたいな、まあ、気になると思うんで、まあ、そういうのも配信していこうかなって思います。なのでチャンネル登録お願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。